こんばんは、ミネラルウォーター大全伊藤です。今日は飛騨の命、飛騨天然水、こちらを紹介したいと思います。じゃあ早速ラベルを一周してみましょう。飛騨高山宇都恵四十八滝のふもと、地下103メートルより採水と書いてますね。硬度が47、 pH が 7.5 ですね。非常にこう飲みやすい味でした。後味も軽くてですね、飲み口も爽やかで、日本人が好む味、日本人が好む水と言っていいんじゃないでしょうか。誰もが飲みやすい万能選手だと思います。他には製造者がですね、株式会社北川、飛騨高山工場ですね。販売者が株式会社バロー。株式会社バローっていうのは、スーパーとかですね、ホームセンターなんかを、中京地区が中心なんですかね、中部地区が中心で、まあ、関東にもありますね、店舗は。私の住む東京都にもですね、店舗はあるんですけども、ちょっと遠いところにあるので、まだ行ったことはありません。採水地が岐阜県高山市国府町。で、他にはですね、特にないですね。書いてませんね。まあ、シンプルなラベルでいいと思いますね。まあ、スーパーで売るような水っていうのはですね、やっぱりシンプルに、値段と質をこうのバランスっていうのはとても大事で、やっぱり高いと売れませんし、まあ安くても質が悪ければそれは見向きもされないでしょうから、そういう質とですね、値段のバランスが整った製品っていうのが一番売れていくんじゃないかな、残っていくんじゃないかなと私は思っています。で、私この飛騨高山ですね、まだね実は行ったことがないんですね。もうずっと行きたいと思ってるんですけども、まだ実現できていません。東京から行くにはですね、ちょっとやっぱり、まあ、意外と距離があるんで、一泊だともったいないかなと思いつつですね、やっぱり躊躇してしまうんですね。まあ、行けない距離ではないのは分かってるんですけども、いつか行ってですね、水関係の場所を回りつつ楽しんで来られたらいいなと思ってるんですけども、それがいつになるかはちょっと今のところ未定です。やっぱりですね、採水地っていうのはですね、訪れると、まあ、水に対する愛情とかですね、もう理解度っていうのはですね、格段にアップしますね。たとえ工場とか採水井戸っていうのを見られなくてもですね、それはもうそこら辺の雰囲気を感じるだけ、それだけでいいんです。そこに立つだけでいいんです。まあ私はですね、そういうふうに現場に行く、まあ、特に何もこう見ることができなくても現場に行くっていうことをですね、大事に思っていますので、これからもそういう活動をですね、しつつですね、こういうふうにこのようにですね、製品紹介を続けていこうと思っております。皆さんですね、手に入れたい方は、飲んでみたい方はですね、バロー、スーパーのバローに行って手に、買ってみてください。よろしくお願いします。